自由通路東口砂川駅は、北海道砂川市東二条北三丁目にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅。駅番号は、A20。電報略号は砂。事務官コ度は13140。砂川市の代表駅で、オホーツク2号と、上り、宗谷を除く、特急列車が停車する、上砂川市線ホームへ向かっていた。 古戦九百七十六年の函館本線、砂川駅と、周囲一一キロメートル五キロメートル範囲、上が、函館本線旭川方面及び、宇多市内線宇多市内方面、下が、函館本線札幌方面と、上砂川支線上砂川方面。函館本線及び、宇多市内線の単式及び島式の複合ホーム二面三線と、駅裏南側に、 上砂川支線の単式ホーム1面1線を有している。現在と逆の当時の番線予備で、函館本線上下線用の1.2番線間に対比用の抽線がある。宇多市内線は、島式ホーム外側3番線から発着した。写真では2番線に、函館本線上りの6両編成。 3番線には、宇田市内線の2両編成が、上砂川支線の4番ホームにも2両編成が、停車している。複合ホームの外側には3本の福本線と7本の仕分け線がある。その外側の南側に、電車台の残る木回し線は、蒸気機関車が去ってくさむしている。その外側、上砂川支線ホームとの間に、 南へ向けて緩やかな右カーブを描いて向かう。小道上のものは南に見える気工場へのかつての専用線の軌道跡。上砂川支線裏にも3本の留置線と数本の引っ込み線があり、駅舎横の滝川側には串型の貨物ホームと石炭二工場へ語から6本の引っ込み線が敷かれている。また、 かつて写真左下端の砂川市西四条北市、南市から西三条北市、南市にかけて、鉄道用の砂利土場が設けられ、本線がパンケウタしない側の短い鉄橋と、その南の細い道路をまたいだあたりから、砂利木線と呼ばれた引っ込み線が分岐し、国道12号を横切って、この土場へ引き込まれていた、分岐付近や西四条南市に残るカーブ状の道にその、 痕跡が残されている。また、この土場へ向けて、写真左上端あたり、河川改修前のペンケ歌市内側川口に設けた土場から、川口砂利鉄道と呼ばれる専用線が引かれていた。いずれも、昭和36年から37年にかけて撤去、されている。国土交通省国土画像情報をもとに、作成幌内鉄道を受け継いだ。 北海道炭鉱鉄道は明治23年4月9日、夕張と空地の両炭山開発を進めるため、それぞれの支線とそれがつながる幹線計画を北海道庁に提出した。この計画で空地炭山支線の分岐点に策定されたのが当駅である。計画当初の仮称は宇多市内で、後に砂川に改められて宇多市内は支線の終点駅名にされた。 なお、開業時は、幹線支線ともに、空地線と称された。宇歌市内や神砂川の空地丹田から出炭される、石炭貨物の中継基地だった。また、周囲には、枕木の防腐処理工場や枕木製造の機構上、軌道用の砂利採取場を抱え、鉄道敷設に欠かせない、資材供給の拠点でもあった。特に、中国大陸へ進出していた。 昭和の初めから終戦までは国内のみならず、満州や中国の鉄道用に大量の枕木が生産発送されて街中を木材の匂いが多い、石炭よりも木材の町としての印象が大きかった。アイヌ語のオタウシ、内の医薬から、駅が所在する氏名と同じ由来だが、駅名の方が古く、自治体名が由来ではない。 北海道炭鉱鉄道が当線の布設計画を立てた明治二十二年頃はこの地域にはほとんど人家がなく当時一般的には石炭の見つかった現在の歌しないを含めておたうしないおたしないと言われていた北海道炭鉱鉄道会社第二回営業報告では本年工事をセス壁部分破棄制鉄道ホロ内線岩三沢分岐点より感染を起し 小田市内に至り離分岐して、小田市内い丹山に達しする33マイル4分の3にして、と記述され、まだ、砂川の名前は、現れていないが、同年下期の第3回報告では、線路の測量破前期に継続し幹線のうち砂川、空地武都間の実るル速を、結量し及び、宇た市内支視線によって、各所誕上に達しする視線路を、測定せりと記述されており、 この頃までに駅名を確定している。行政的には、同じ時期の明治23年8月7日に、内江から空地部と、歌市内、下、赤平までの広い範囲に、内村が設置された。内江村の行政中心は、砂川駅周辺だが、内江駅周辺が中心と間違える人が多く、 明治35年の二級町村政志工合にないと内江が紛らわしいとして、明治36年8月23日に砂川村と改称した。ちなみに、北海道炭鉱鉄道の営業報告では、各用地の住所記載の中に、明治23年下木の第3回から内江村が現れ、明治25年上木の第6回報告で初めて、 苗村の記述が出てくるが、同時に、苗江村の記述もあってその頃まで混乱していたのが、伺える。明治35年の二級町村制以降前の苗、村には自治権がなく、立川村の自治下に置かれていたため、村役場などの実態のない名前だけのものだった。二面三線の相対式、島式ホームを持ち、乗り場は、駅舎側から三。 一番線と並ぶ。ホームは、古線橋で結ばれているが、エレベーターやエスカレーターの設置はない。かつては、運転路線の宇たしない線、上砂川支線が発着していたことから、多数の側線を有していたが、現在は、撤去されている。駅舎は西側に置かれている。緑の窓口を持つ、社員配置駅。自動券売機設置、普通列車のほか。 大部分の特急列車が停車する。札幌駅浅比川駅間の特急停車駅では、唯一自動改札機が導入されていない駅であるため、窓口営業時間外は車掌による切符の回収が行われる以外は、改札口に設置の回収箱による回収となる。2012年度の1日平均乗車人員は737人である。 札幌市街の北海道の駅としては、例外的に、年々利用客が増えている。石狩平野北部に位置し、砂川市の市街地が広がる。北海道旅客鉄道函館本線、普通豊沼駅砂川駅滝川駅、内消し線は、廃止信号場北海道旅客鉄道函館本線、砂川駅下うずら駅歌市内線砂川駅、焼山駅。ありがとうございます。